秋の味覚の代表、ブドウが店頭に並ぶ時期になりました。ブドウは栄養が豊富と言われていますが、この栄養を無駄なく取る方法を今回はご紹介していきます。まずブドウといえば、日本では一般的に生で食べるものと思われています。しかし世界のブドウ生産量の 80% はワイン用です。日本では逆におよそ 90% が生食用なので、世界的に見ても特徴的です。日本では生食に適した美味しいブドウの種類が豊富というのもうなずけますね。ブドウの皮の色は大きく分けて黒、赤、緑色の3種類あり、皮の色によって栄養成分が異なります。例えば黒は巨峰やピオーネ、緑はマスカットやロザリオビアンコなどがあります。今が旬のデラウェアは赤にあたります。黒や赤の皮にはポリフェノールの一種で、目の疲れに効果があると言われているアントシアニンが含まれています。また赤の皮には発がん抑制作用が期待されるレスベラトロールというポリフェノールも含まれています。赤ワインが健康に良いと言われるのはこのためです。ところで皆さんはデラウェアを皮ごと食べますか？ウェザーニュースでアンケート調査を行ったところ、皮ごと食べるという割合は 20% 足らずでした。ですがアントシアニンやレスベラトロールといったデラウェアの栄養成分を漏れなく取るには、しっかり水洗いしてから皮ごと食べるのがおすすめです。デラウェアは皮が薄いので、大きなブドウに比べて皮ごと食べても気になりにくいです。もし皮が気になるようなら、冷凍してシャーベットにしたり、ミキサーにかけてスムージーのようにして飲んでみてください。またブドウの皮には白い粉のようなものがついていますが、あれは農薬ではなく果実から出た天然成分です。安心して皮ごと食べてください。ブドウにはポリフェノールばかりではなく、その名の由来と言われるブドウ糖も豊富に含まれています。ブドウ糖は疲労回復効果が非常に大きく、脳の働きを活発にする効果があるといいます。今年の秋も栄養豊富なブドウを美味しくいただきましょう。